よろしくお願いします。先輩がこう合宿屋なんかで朝こうピアノをこうジャズの軽くこう流してくる、ああそれを聞いてるとすごいこう気持ちいいんですよね。ああピアノ一回こういう風にこう聞き惚れるような感じでなこう弾けたらかっこいいなって思います、はい、そうボサノバみたいな、そうちょっとしっとりとした曲をやってみたいなという気持ちはいいですね。ピアノの構え方って簡単に言うと、まあ、こうやってグッて、まあ、埋めたところをフッて力を入れて、でこの状態が一番美しい形。お、いいですね。バチリ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 。そうです。まあ順番にこう弾くだけですからね。それは他の楽器と指使いは一緒なんで。今日のやつはそうですけど、それよりも例えば和音とか入った時に。ちゃんと指が動くかどうかっていうのは別問題かな、はい、本日はお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、大丈夫ですか？疲れてないですか？面白かったよかった今日も頑張ります。よろしくお願いします。高田さんどうですか今回は？ビンそう欲しいしみさここも難しい。片手だけで弾く分には思った通り大体弾けるんですけど、こんなに両手一緒に弾こうと思うと完全に真っ白になっちゃうと思わなかったです。今まで左もう右手覚えてたはずなのが、で左手も左手で覚えたつもりが一緒にやるとどっちも分かんなくなって、和音で弾くことによって曲の幅がすごい感じられる。それがサックスとかフルートとか単音楽器と違いなのかな。そうですね、やっぱりピアノ始められる方でご心配になるこう問題点というのはやっぱり右と左が違う動きをするというところなんですけど、やはりこう順番に右手左手というふうに練習して合わせるという状況で、もうこの調子でいてもらえれば本番もいい演奏が聴けるんじゃないかなと期待しております。暗記状態で全部頭に入ってるつもりだったんですけど、今日は白くなります。あ、これなんですね。なんか今日は少しずつ先週よりちょっとできるようになったかなとか、そういうのが分かるので、今はちょっとピアノを弾くのが面白いですね。あと音の幅が絶対になる単音じゃないんで、こう弾いててこう、面白いなって。白くはなりませんでした。あ、よかったですけど、こう緊張して頭が真っ白になるっていうのは結構ピアノの方はやっぱりこう乗り越えなきゃいけない壁かなと思うんですね。やっぱりこう右手を忘れることってなかなか皆さんないんですけど、やはりこうちょっと意識してないと左手忘れちゃう。本番はね、どうしても生ものなのでやっぱり何かこうアクシデントとかあるかもしれないですけど、最後までぜひ戸澤さんの元気あふれる演奏で、楽しんでいただければと思います。頑張ってください。やっと今日当日になりました。まあ今まで練習してきたことを、まあ、しっかりできるように頑張りたいと思います。16番戸澤正明さん、曲目はムーンライトセレナーデです。それではお願いいたします。
完全にあの曲の途中で真っ白になって何をやってるのかが全く分かんなくなりました。まあでもまあ最後の方何度かそれなりに聞き終わったんで、まあこんなもんじゃないですか。もう少し勉強したいと思います。どうもありがとうございました。